てるって寝てる。はい、どうぞ。え、もう撮ってたの？撮ってる。撮ってる。今日は水やり。水やり。ちょっともうあれや、暖かい、はい、暖かすぎる。暖かい。今日飲んだ。はい、なんだ今日の最高、今日記録更新最高48度。今日48、一番下が22度。はあ、ね、もうあの多肉がもう水を欲しがって欲しがって。いつあげた？え、一昨日。嘘、一昨日？一昨日の前、3日か。もう欲しがってる、うん、もう羽が3日続いたらもうダメや。ああ限界みたい。今夕方今30何度まで落ちたけもう OK。 はい、37度。37度。 OK、 水やり GO GO GO。 私もやりたかったけど。うん、そうね。ちょっと見てほしいや。もう瀕死状態。どれ瀕死？どこほら、もう瀕死や。瀕死。お、今開けちゃったけど、ほら、これ見てわかるかな、この瀕死状態。ペナペナ？ペナペナ。いやいや、ペナペナ。ペナペナです。そう、ペナペナ。ペナペナ。うん、もうこれはやばいよ。もう焦げちゃう。焦げちゃう。うん。焦げちゃう。で、焦げてるのもある、ここ。うん。そうそう。でも死んでる。焦げてるの？ここ見、けどこれ、どけてほしい。これ。これよ、これ。これ焦げた？焦げてるんや。うま。わかるかな？どこだ？なんか焦げてたんや。もう。ふんふん。ほら焦げてるやん。ここ。この辺。あ、見えない。見えない？ここ。こういう葉っぱが何？ちっちゃいのとか薄い葉っぱとかは、うん、もう水が切りすぎると危険よ。はい。焦げちゃうけん、ちょっと しっかり与えんとか。ちょっとそれじゃ足りんけどな。あとでこれでやるけ。あとで、うん、俺手であげたいタイプやけ。してる。私はあのあれや、スプリンクラーであげたいタイプ。ほら動かなくなった。ちょっとあの下に養生を置いて置きましょう。いっぱい置いてあったもんやけど、ここにいっぱいある。お揃い靴。あ、靴がお揃い。あ、いつかさ、ほらさやちゃんとルビーパインさ、チョンパしたやつ、はい、うん、赤ちゃん出てきたよ、ね、赤ちゃん出てきた。ほんとだ。ここ、私の方はもう目がいっぱい出てる。ここ、あ、ここもだ。あったかい。うーん。出が悪いね、出が悪い。出が悪いね、なんか。飛んでるんやよ。え？飛んでないよ。飛んでない。ちょろちょろ。あとは？あとは、あとは、ほらもう口が汚くなる。お水やり、うん、苗が弱っているようなとか焦げそうなのとかさ、うん、そういうのを見せてあげなさいよ。はい、焦げそうなの。こうなんなったらお水あげてくださいとかな。うん、で風だけ動いてたらもう大丈夫やけん、お水あげないと逆に死んじゃうからっていうな。そうはい、教えてあげなさいよ。もう言ったよな。苗を見せるっていうの、その水だいの見せたってつまらんね。どれな、俺ともうこれ3日前にあげたけど、まだもうこんなになってるんだって。あ、ほら、これが分かりやすいね。な、このパンジー、ほら、もうめっちゃ、せえ、ほら、あ、本当だ。これ分かる？ほら、めっちゃペナ、3日前にあげたんで。うん、もう晴れが3日も続くと。もう元に戻らんくらいペナペナよ、わかる？ちゃんと喋って。ほら、ペナペナ。ペナペナ。こんなになる前にちゃんとあげてください。
はい、焦げてないこれまだ、うん、これは違うよ、これはチョンパしたんや、うん、チョンパしたやつ、うん、バン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 喋って、喋ってるよバン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 喧嘩しないで、バン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 いけ、これはまだ赤ちゃんが出てないけん、この枯葉を取ったら出やすくなるけんな、うんうん、はい、しっかりお水あげてないけん危ないかもしれん、こういう風になる前にしっかりあげてね、はい、みんなは OK？ OK、あとなんか分かりやすいのがあるかなあと、あれよ、探してから動画撮るや、え？探してから動画撮るやそういうことやな、こういうのはあ、もう薄葉系はもうダメやな、うん、ここ薄いのしかないやん、薄い葉っぱ、これももかさんとかも、で、ほらほら、ほら、ほら、ペナや、わかる、ペナペナから、わかるかな、根っこを殺してしまわないよね、カヌマの人は特に、うんうん、まあ、水やりだから何も言わないけども水やりやけ何も言わないけど、カヌマの人はあの、もっともっともっと水やらんと、うん、根っこが死んでしまうけん、うん、そうそう、根っこが死んでしまうとなかなか水が悪いです、すいません、うん、そう、悪循環、悪循環や、うん、なで、これはカナブン、カナブンは食べないやろ、大丈夫かいいよったや、カナブンの赤ちゃんダメって言ったや、そう、そうやろ、そういうなんかコガネムシ、ダメって書いてたよコメント、え、あ、コメント、うん、カナブン、こんなコガネムシとかネキリムシ、夕方、夕方、ネキリムシは違うよ、ネキリムシ、コガネムシや、コガネムシ、カナブン、カナブンとネキリムシ違う、違います、わかんない違いますカブタムシじゃないってことは分かった、うん、移動、向こう移動、向こうに移動、チェンジ、ママチェンジ、チェンジ、ストップ、持ってくれて、ほらこんな感じで水をあげてます、水をあげております、まだね、こういう大きいのは大丈夫なんやけど、うん、ほらこういうぷっくりも大丈夫なんや、うんうん、しかし、はい、こういう薄いの、なるほど、ね、本当だ、はやっぱりもう水が足りない、うん、その水分量によって全く違う、うん、水分量な、めっちゃかかってくるな、うん、かかるね、ここねでこういう、こういうの薄葉の子はもう特に気をつけて、薄葉、はい、薄葉とか、ほら、これまたパンジーやん、苗がちっちゃいの、うん、苗がちっちゃいのとかは、パンジーはちょっとあれか、パンジーは薄いけんな、葉っぱが、うん、あ、ほら、あ、かかる、ほらほら、こういうの、もうほら、葉っぱがちっちゃいやつ、わかるかな、このベナベナが、ほら、わかる、ほら、ね、シワシワが、うん、もうお水くっちょらーいって言ってる、うん、そして、はい、こういうちっちゃくて、あの、ニシキ、うん、これ焦げてるやろ、あ、ここね、うん、焦げやすいよ、ほんとだな、焦げやすい、なんかや、もう足りないな、もう晴れが続くと大変、晴れが続くとしっかりお水をあげんとななんでもうなんで汚いよ、これめっちゃ汚いよ、汚いよ、うん、水やり、水やり、あー、もうめっちゃかかる、ほら、こういう、あの、ちっちゃくて、ああ、ね、錦は焦げやすいよってね、あとで、根っこがどんぐらいあるかよ、あ、根っこの話、根っこがどんぐらいあるか、葉差しとかな、ちっちゃいやつはもう本当にこまめに水あげないと、うん、あの、やられちゃうけ、大きいのは逆に平気なんだよ、うん、そら、こんなのとこら、しっかりした大きいのは大丈夫、こんなのとか、小さいのは気をつけて、うん、これ見て、リサイクルになったよ、うん、そうじゃ、しょうがない、多少はしょうがないよ、ベッドベルベッド、あ、飛び出てます、飛び出てる、俺の売り物作るからしょうがねえじゃ済まんねえけど、うん、
まあ、あの個人の人はな、うん、殺さないようにちっちゃいのはいっぱいあげる。あ、取れちゃったもん。ほら焦げちゃってるやん。お水が足りないと。そうそう、認識はね。うん、水と影。うん。ね、水と影。うん。あるね。でこう今足りてないけど、こうお水、うん、しっかりあげるな。そうそう、重さを確認して。そう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 、特に猫ちっちゃいとひょろっとあげただけじゃしっかり吸えないけん。うんうん、そうそう、根が少ないのはね。そうそう、しっかりあげよう。見て見て、あとは焦げてない、大丈夫。え、あ、まあ大丈夫。あ、ちょっと若干大丈夫大丈夫、頑張れ。下からな、こうやってジャーって、ほら、出てない、出てないやろ。ほんとだ。な、これだけダメなんや。こう何回もこうな、一応置いといて、ほら、あぶくでしょ、あぶく。あぶく、あぶく。あぶく、ほら、あぶく、あぶく。ほら、ボコ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 。わかる？わかる？同じ、親子で同じです。映らないよ。あ、怖い。親子です。親子です。ハニヤくん。あの、手が疲れるけな、片っぽずつ大変とな、っていうのね。一応や。面白い。だけどな、ちっちゃいのはいっぱい。うんうん。しっかりな。うん、だけど風が大事だよ。な。でも多分ほら。枯れちゃってるやん。枯れちゃってる、ちっちゃすぎて。うん。そうね。後ろも映した？こんな。うん。めっちゃかかってるけ。え？めっちゃかかってる。そうね。夏焼きいいやん。痛い痛い痛い。え？やめてくれね。大丈夫大丈夫。いや大丈夫じゃねえ。サボテンがダメで。ダメよ。めちゃくちゃ水が足りてるやん、これ。ポット覚えも、もうやっちゃうんだね、いつも。すごいすごいよ。そうだよ、だけ水やな、こうやってやらんと土が吸って終わっちゃうけ。はい、な、根が吸う前に土が吸って終わりなんだよ。な、こういうチビちゃん、チビちゃんズはな、もう乾いたらやらんと根っこが死んじゃうけん。それで風が大事な。うん、風は大事よ。キリちゃん、まあ、この辺はあれやけどな、ある程度。はい。ね、根の量よ、根の量。ああ、根の量な。ね、ラパス、アマビで。うん。濃いよ。ゆっくり育てる、ゆっくり。ゆっくり。うん。そうね。あとは？何？あと、ほどしの方行かない。ほどし。ここはいいやん。そうです。アマビレロメオちゃん。これはいいやん。アマビレロメオ。この辺は未生です。かわいいよ。かわいい。ほで？ほどしの方行くよ。ほどしの方に行くって。はい。カットしていいよ。カットしてって。カット。そう。ゴー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 。いいよ、これちっちゃいやつな。ちっちゃいやつ、かざし。これはあれか、今日か。いや、かざし。いいな、かざし。かざしは小さいからな。うん、もうこう、いっぱいお水やらんと根っこ死んじゃうけん。それでも死なないけどな。根っこが死んじゃうとまた出てくるの時間かかるけ、ものすごく遅いだけ。遅い。遅すぎる。だけどそう死なないようにもう乾いたらあげるぐらいでいい、ちっちゃいのはな、うん、根が張ったこっち逆の大きいやつな、こんなんはもうどうでもいい、どうでもいいの、うん、やらんでもいいしやってもいいしな、うん、だからこういうちっちゃいのはやらないと死んじゃうよっていうな、うん、さっきみたいにシワシワになる前にね、絶対、うん、あんなにシワシワになってダメだよ。そうそう、ちっちゃいのはな、うん、で大きさ大きさ、根の張りとかな、うん、うん、それであと植え替えたばっかとかな、うん、気をつけて。そうよ、確率どう？どう？どうですか？どうですか？これかわいいですね。うん、え？
可愛いですよ。可愛いですよ。すごいやけど。そうそうやってるもん。パンパンやったら大丈夫なの。そうだから大きいから。うん。な、パンパン？パンパンこれ。さっきみたいにさ触ってできたあのひねあってならないや、うん、折れ曲がないや。どうでもいい。うん。な、うん、上げても上げなくてもいい。うん。開がっちゃってるのはもうダメ。上げないな。上げすぎか日光不足。なるほど。うん。どうですか？カチカチや、ほら。カチカチ。カチカチやぞ。カチカチはあげんねん。カチカチやぞ。カチカチは。あげなくていい？そう。チビチビ、チビーズな。チビーズかわいい。そうで、もうチビーズはもう水あげないとダメだ。な。こっちからでかりです。そうそう、だけど、あのぐらい出ないとダメ。あ、土が吸ってて出てこないのこう。本当だ。しばらく出てこないんだよ。ほら。な、上まだ出てこないの、うん。出だしたらバニャバニャバニャ。今やっと出だした方。これで全体の土が濡れたんや。うん、な。バニャバニャ。また。これはわかるやろ。え？わかるやろ。わかる？カノマは本当に特にそうだよ、お水やりをしっかりね、うんうん、だけど大きいのはどうでもいい、あげた方がいい、見ながらな、うん、ちっちゃいのをみんな裸足を初めてしてる人とかはな、もう怖がらずにもう夕方はもうあげる、水はけいい土な、うん、水はけいい土でもこんだけ出てこないんで、うん、水な、みんな多分ねこうやって終わりなんだよ、これで終わりな、これじゃあもうここ何にも濡れてねえ、うん、何も濡れてねえ、これでいいよな、ここえでこうもうこうやってな、もう下移してて出ないけん、根っこも大きいんだよ、1センチになったら3、4センチ下まであんのに、うん、な出てこないやろここ、出ない、もう出てるよここ、いやだからな、それだから下まで水がいってないっていうの、これまだ今ちょっとやっと出だしたんや、うん、本当に出だすともうジャーっていっぱい出だすの、それで全体の土が濡れたんだよ、うん、な、それからこいつら根っこが吸えるようになるから、お水がいっぱいな、こうなるでしょ、うん、これがいっぱい下まで濡れたよっていうこと、はい、もう一回このこっち、はい、もう一回、はい、初心者さん用、水やりな、うん、こうやってな、上も映ってる？映ってる、うん、でこうやってやってもまだ全然下まで水がいってないんだよ、うん、こうな、こうまだまだ、まだ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 な、どれくらいやらな、詳しいんならな、うん、これ水はけいい土やったら大丈夫でけ、うん、やっと今持ち出したよ、うん、これでやっとこいつらが水吸えるの、うん、夜のうちに吸うでしょう、そうですね、わかる？ OK ユカポン OK ユカポンユカポン OK、 もう特にほんとカナマの人は気をつけてな、うんうん、何回も言うけど猫あの死んじゃったらもうまた一からやけ、うん、そうだよ、そうだよ、そう、それであの水吸わない、大きくならないって言うんやと思う、うん、そうだけど多肉は待ってても大きくなるもんではない、水を吸って大きくなるんやね、はい、いいっすか、オッケー、いいっすか、はい、いいよ、はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました、ありがとう、バイバイ。